おはようございます。釣り子 TV です。年末っていうことでですね、ちょっとベイトリールを全部釣り竿から外して、来年に向けてですね、ちょっと整備をしようと思って、あとは、どんなベイトリールを使っているかっていうのをご紹介っていう感じで、ね、並べてみたら、まあ、結構、こんなに持ってたかなって、あ、持ってんだなってことで、あの、ベイトリールを並べてみました。今ですね、現行で家に、ある、ベイトリールですね。で、まあ、ちょっと紹介でもしながらどんな時に使うよとか使い分けてるよみたいなことをダラダラと語っていければなと思いまして、動画を回し始めた次第でございます。ではですね、まずはこれカルカッタ軍団ですね。結構もうこのカルカッタってのが好きで好きでしょうがないんですよね、これ初代の 51XT ですけども、まだですね、たまに、初代使いたいななんていう時は引っ張り出して使ってるんですけども、この時代が経っても輝きが失われないっていうか、まあ傷はね結構いろいろ入ってるんですけども、まあ全部思い出なんで愛着があってですね、これは手放せないなということでカルカッタがあって、でまあこれの後に出たコンクエストの51ですね。これも現役バリバリで今でもですね、使うんですけども、まあ結構ギア比がハイギアといっても小口径で、そんなに糸の巻き取りスピードが速いっていうわけではないので、コンパクトボディで丸型ボディのリールでこう巻き物をね、軽いクランクとかやりたいな、小さいトップウォーターとかやりたいななんていう時に、よく使っております。これね、カルカッタの51のコンクエストね、これがあって、でこれはですね、カルカッタの51ですね。もうカルカッタの51系統でね結構な数があるんですけども、これもですね、なんかこういうコンパクトでカチッとした作りのリールは大好きということで、全然手放すことができないんですけどね、これカルカッタの51、ここら辺もね整備してまた、来年なんか使おうかなと思ってます。でこれはですね結構新しいカルカッタの、BFSHG シマノっていうことで、2017年出たばっかりのベイトフィネスのカルカッタっていうことで、結構ね春先とか、よく使ったんですけども、これはね、あの、ほんと使いやすいんで、大切に売らずにですね、使い込んでいこうかなということで、ちょっとですね、油なんかを刺して整備していってあげたいななんていうふうに、考えております。で、カルカッタの、これがですね、コンクエストの100番。カルカッタコンクエストのね、100番っていうのが持っていて、これは主にですね、やっぱ巻物ですね。で、あとは冬場、結構アラバマの釣りなんかやるんですけども、そういう時に非常にしっとりと、巻き上げられて、使いやすいということで使っております。ただね、こういう金属ボディなんで真冬に使うと手が冷たいっていうことにはなるんですけども、なんともこの剛性感がたまらないんで、今でもですね、愛用しております。これがカルカッタコンクエストの100番。まあ、あとは結構自分左巻きのリールが多いんですけども、右巻きやりたいななんていう時もこの、カルカッタが出てくることが結構多いですね。でシマノの巻き物っていくとこれですね、これですね、初代のアンタレスのアンタレス5、ギア比が5のアンタレスなんですよね。これが手放せなくてですね、非常にもうね、ほんとこれも古いリールになってきたんですけども、時代が経っても全然この色褪せない感じっていうのがすごいですよね。まあ、大切に使ってるっていうのもありますけども、まだまだピカピカで、これはですね現役バリバリで、やっぱり冬場のあんまり早く巻きたくないなって、結構自分焦っちゃうとですね、気づかないうちにすごい巻くのが早くなっててですね、こうバタバタバタってルアーを動かしちゃってることが非常に多いんで、そこをこの低いギア比のやつで、リールに押さえてもらってですね、こうゆっくりとしっとりと、巻き上げたいななんていう時に、で、あとちょっと重めのルアーをぶっ飛ばしたいななんていう時にはですね、この
アンタレス5、今もですね現役バリバリで使っています。またね2018年の冬場、これもやっぱアラバマリーグ投げるのとかにねすごいね使っているんで、出番が出てくるんじゃないかなということで、油を刺してですね、来るべき時に備えたいと思います。でこれギア比5の左巻きなんですけども、これが結構ですね動画なんかでもよく出てくることが多いんですけども、レボのパワークランク5、こっちはですね右巻きなんですね。右巻きでギア比5のリールを使いたいなっていう時は結構これの出番が多かったですね。チャターベイトとか夏場に巻いてるのは大概全部このリールなんですけども、まあ、これも同じギア比5なんですけどね、こっちの方がまあこのボディの材質とかからしてですねもう軽い一日今日は投げ切るぞなんていう時にこの軽いボディがですね非常に、一日投げる軽快な感じを演出してくれるということでですね、このなんだろう、ここのハンドルだけ、このハンドルノブだけですね、ここだけちょっとオリジナルのものからこのカチッとした硬いやつに変えてますけども、それ以外はそのまんまで使っております。でこの前あのイベントがあってアブのブースがあってですね、最近ギア比5のリールなくないですかってことで、新しく出たりしないんですかねなんて聞いたら、待っててください、必ずいいお答えができると思いますみたいな感じでですね、どうやらこのアブのここら辺のレボシリーズですね、そろそろギア比がいろいろな展開の新しいモデルがですね出てくるんじゃないかっていうことで、これ一番結構フィッシングショーでですね結構楽しみなところなんですけども、このパワークランク5の後継機みたいなやつがですね、出てくれたら多分速攻買っちゃうだろうなということで、最近もうほんとハイギアのリールが多いですからね、このローギアのこういうハイエンド機種みたいなやつね、ほんと期待してるんですけど、なかなか出ないんで、2018年はですね、ほんと、ローギアの何かすげえリールっていうのが出てこないかなというふうに非常に期待しております。まあ、で、これパワークランク5も多分型落ちしてると思うんですけどね、これも、大切に。で、まあ、飛距離の方もすごい抜群にいいんで、うん、これもね、油さしてね、多分来年、使う機会非常に多いんじゃないかななんていう風に思います。でここまで行って、あこれレボのですねエリート IB のこれギア比7なんですけども、実はめっちゃくちゃフルチューニングされてるって、スプールまでですね、こう GPI ね、これ GPI のフルチューンモデルのエリート IB7、 こんなリールもあるんですね。これがですねちょっと2018年に使い込んでみようかなというリールなんですけども、これが手に入ったので、このハンドルなんかも、ガチムチにチューニングされてる、比較的こう巻物に特化したような状態にチューニングされているはずなんで、これを使ってですね、バッタバッタと暴走ダブのですねバスを釣っていきたいななんていう風にこう期待している、リールなんですけども、こんなリールもあります。でずっと使っているのがこれですね、レボのこれは LTX、 これもですねハンドルノブだけこの硬いカッチリしたやつにですね変えてるんですけども、年末の、ギルフラットで魚釣ったよなんていう動画なんかでもまだ、活躍しているんですけども、これも本当何年経ってもね使い心地が変わらないで非常にですね、使いやすいなっていうことで、で自分この LTX はベイトフィネスっていうよりも結構太めの糸を巻いてですね何でも軽やかに投げるようで、ギア比が速いからその打っていく釣り、こんなのにですね使うとすごいちょうどいいなということで、どちらかというとワームの釣りでこうロッドを利き腕でアクションさせる時にこのボディが軽いのと、あと何でも気持ちよくスーって低弾道で飛んでいってくれるんで、ちょっと入れたいスポットにスポッスポッ
スポッて入れやすいなっていうことで、これなかなか、手放せないんですけどね。まあここら辺のレボシリーズがもし2018年にパワーアップしていくよっていうことであれば、この LTX もこの先の機種、現行の新しい機種ってのはあるはずですけども、さらにその上の最新型のベイトフィネスリールなんか出てくるんじゃないかななんていうふうに期待しておりますが、今のところですね、この一番初期型の LTX 大のお気に入りなんで、引き続きですねこれも整備して使い込んでいこうかななんていうふうに考えております。でこれの兄弟分みたいな感じで、今度これレボの LT ってのがいるんですよね。実はですねこんな感じで、色をですね青と紫でこんな風に変えてるんですけども、本当これ兄弟みたいなリールなんですけどね、ボディがマグネシウムではなくて、金属でできているから海でも使えるよっていうことで、こっちはマグネシウムボディだから海で使うとちょっと腐食しちゃうかもしれないよっていう違いがあって、でもスプールの性能っていうのは同じなので、これもですね非常に軽やかにスーって物が投げられるんですよね。こっちはですねギア比が、7.1:1 で、こっちの LTX は 7.9:1 なんですね。一巻きした時の糸巻き量はこっちの方がハイスピードで巻けて、こっちの方が若干、まあ、LTX に比べたらゆっくり巻き、まあ昔で言うとギア比7:1って言ったら超ハイギアですけどね、今はもう本当9:1みたいなリールもモンスターマシンできてきてますからね、この 7.1:1 っていうと、まあそこまで速くないのかなっていうことで、これはですね、まあ打っていく釣りと、あとはちょっと巻きたいななんていう時、メタルバイブの釣りとか、まああとは自分の気持ちにゆとりがあってゆっくり負けそうだなんていう時はですね、これかっちりとした剛性感があるのでお気に入りで、まあいろんな釣りに使ってるんですけども、あとはまあちょっと海で軽いもの投げたいななんていう時にもすごい対応してくれるんで、このねレボの LT ってやつもね大のお気に入りで使っております。でここら辺が、ビッグシューターコンパクトってやつなんですけどね、これもねハンドル、こんなガッチリとしたねすごいハンドルがついてるんで、ちょっとパワーの必要な釣りに非常に使いやすいなということで使ってるんですけども、すごいコンパクトボディで、でギア比がこれは 8.0:1 あるんで、すごいガーッと巻き取れるということで、でもまあブルフラットとか使うときはこっちのなんていうんですかね、全体的にちょっと軽いボディので一日投げ続けたいななんていうんで、これはですねあのフロッグの釣りとかですね、そういう P ライン入れたりしてますけども、一日にその投げ切るっていうよりもカバーとかがあって、こことこことここみたいな感じで使う時にですね、このよりハイパワーで速い巻き上げのビッグシューターコンパクトで、まあ、フロッグとか打ち込んでちょん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 、結構ねボディはこのハンドルの見た目に反してすごいコンパクトな薄いボディなんで、こうギュッと手の小さい自分でもギュッと握り込めるんで、非常にですね快適にフロッグとかが扱えるっていうことで、まあパワーゲームでよく使う、リールっていう感じですね。これビッグシューターコンパクトっていうのがあって、であとこれねダイワのあの結構昔のジリオンですね、赤いこのマークなんで 7.1:1 のジリオン、これもねあの未だにね結構使う時使ってるんですけどね、まあこういういろんなやつに自分の入れたい糸入れていて、そうじゃない糸を入れたい時っていうことで、まあ2軍ぐらいにはもうなっちゃってるんですけどね、これ今ナイロンラインを入れてるんですけども、まあ、ちょっとこっちの方にフロロカーボンとか PE が入っていて、でもナイロンのリールもちょっと1個用意しておきたいななんていう時にですね、これもですね現役バリバリで使ってるんですけども、もう結構ねジリオンもどんどん新しいのに変わっていっちゃいましたけども、未だにですねこれも使い込んでおります、ジリオンね。でこれねすごいですね、メガバスとダイワのコラボレーションの伊藤エンジニアリングとか、
方に文字が書いてありますが、透明ボディでですね、これなんか懐かしくないですか。これね、すごいローギアなんですよ、うん、で今はですね、まあここら辺のローギアの、まあ、比較的新しい、まあこれ型落ちですけどね、リールが入ったんで、その前に巻物やるときによく使っていたのがこの、コラボレーション、ダイワとメガバスがコラボレーションしたですね、アルファスだったかな、このリールが非常にギア比がそんな速くないんで、であとボディも比較的軽いんで、これをよく使っていたんですよね。最近ちょっと全然使ってなかったんですけどね、またタイミングがあったら、結構ねここら辺の風合いなんかもかっこいい感じになってきましたんでね、また、これも油さして使ってやろうかななんていう風に考えております。でね、最後これエクセンス DC、 これはね結構本当使いやすくてですね、一番この中で使ってるんじゃないかなっていうのがこのエクセンス DC なんですけど、これ中古で買ったんですけどね、非常に状態が良くてですね、今フロロカーボンの16ポンドを入れてるんですけども、まあ海釣り用のリールっていうことなんですけどね、この横を見るとビッグベイトモード、SP モード、あとフロロカーボンモードとマックスからミニへの4段階の、まあ DC ブレーキが入っていて、これね、ほんとね、まあ完全にバックラッシュをなくすっていうわけではないんですけども、ね、ほんと使いやすいんですよね。ここぞっていうところで焦ってよく自分バックラッシュしちゃうことがあるんですけども、それをまあコンピューターの力を使ってですね、防ぐということで、あとは夜のシーバス釣りなんかは真っ暗闇ですからね、よくバックラッシュしちゃうんですけども、これで心を落ち着けて投げてる限りはですね、そうバックラッシュすることないので、非常に使いやすくてですね、あとはまあギア比がこれすごい速いですよ。これねギア比8ぐらいあると思うんですけどね、すごい巻き取りのスピードが速いんで、だからブラックバスでもですね、ブルフラットとか、使った打ち物の釣りですね、その時にバーッと素早くラインスラックを回収してこう合わせに入ることができるっていうことで、でまあそういう釣りなんでちょっと重めのルアーぼちゃんぼちゃん投げますんでね、そういった使い方の時には本当にバックラッシュあんまりしなくてですね、非常に使いやすいということでお気に入りで使っております。ここら辺もねエクセンス DC もニューエクセンス DC があるんでね、そういうのも使ってみたいんですけども、釣り具屋さんで見るとまあまあ出たばっかりなんでめちゃくちゃ高いですからね、あれちょっとまだ買えないなっていう感じなんですけども、このね旧型のエクセンス DC なんかもまだまだねほんと使いやすいんで、中古でいい状態のものなんか見つかったらね、ぜひおすすめの一品なんじゃないかななんていうふうに思います。というわけでですね、ここら辺で全部今、ロッドから外してきたんで、ここら辺の今でも使っているリールたちにね全員集合してもらいましたけども、油を刺してですね綺麗にちょっとお掃除して、2018年の釣りに備えたいと思います。というわけで本日の釣りコー TV はですね、こんな感じの、リールを使って、バス釣りを楽しんでいるよということで、リール全員集合の動画でした。はい、釣りコー TV でした。